はい、こんにちは、文具王です。今日は久しぶりに筆箱紹介を兼ねてペンケースを紹介したいと思います。今日紹介するのはこちら。はい。 えー、大丸藤井セントラルの、えー、ソメスサドルコラボ、革のジョッタペン刺し付きという製品です。えーまあ、こちらなんですけれども、まあ、ちょっとややこしい名前ではあるんですけれども、大丸藤井セントラルさんというね、えー、北海道にある大きな文房具屋さんですけれども、えー、そのですね、大丸藤井セントラルのオリジナル製品ですと。でしかも、えー、北海道のですね、ソメスサドルという革製品のブランドとコラボして作ったオリジナルですよということで なんでオリジナルかけるオリジナルみたいなねものなんですけれどもまあそのソメスサドルっていうのがですねサドルっていう名前がついてるぐらいでバグのメーカーなんですねで元々バグで起業はしてるんですけれども今はですねまあバグの他にですねまあカバンとかも作ったりとかあとはいろんなね革製の日用品とかも作られているので、まあ、文房具なんかもあるんですねで普通のペンケースみたいなものも作ったりはしてるんですけれども、えー、この製品はですねそこの底とですね大丸富士がこれ コラボで作ったもので、まあ、さっきね、名前も言いましたけども、川のジョッターペン刺し付きっていうね、ややこしい名前なんですけれども、どういうことかというと、ひっくり返すとこっち側がジョッターなんですね。ということで、元々はジョッターなんですよ。で、ジョッターだけのものは、ソメスサドルのブランドとしても出てるし、大丸夫人の、えー、ジョッター単体でも売ってるんですけれども、 これはですね、その裏面にポケットがついたタイプの、まあ、本当にオリジナルアイテムということで、これはもう本当にダイマルフジのショップ、あるいはネットショップとかでしか多分買えないようになってますということでですね、この間北海道に出張がありましたので、その時にですね、ダイマルフジセントラルによって買ってきました。 というところですね。えー、まあ、言ったのだいぶ前なので、えー、もうね、傷だらけにはなってますけども、ずっとそれから使ってるんですけれども、いやー、あの、使い勝手がいいので、今これがですね、僕の、えー、普段使いの、まあ、一軍ペンケースというか、えー、まあ、ポケットにで、ね、使ってるものですね。まあ、そもそもこのペンケース自体がですね、もともとどういうふうな、えっと、羊かというと、その、 えー、大丸富士セントラルに、まあ、よく来られていた、おそ、おそらくね、あの、話で聞いたんだと、えー、そこに来られていた、あの、北大かどっかの大学の先生だと思うんですよ。が、白衣のポケットにペンを入れていて、そこから、白衣を脱いだ時に、そこから出して、えー、他の服に差し替えたりとか、カバンに入れたりとかするのが面倒ということで、そのまま出し入れできるものが欲しいというようなことでですね、えー、作られたということで、まあ、北海道の、えー、大学の先生と、 北海道のお店ですね。それから、北海道の、えー、バグメーカーがまあ、3つがうまく噛み合ってできたという、えー、商品になってるんですね。まあ、そんな感じなので、でえ元、ー、々そういう感じで白衣のポケットに入れるつもりだったみたいなので、まあ、ちょっとね。幅はあるんですけれども裏側がですね。ちょうどだから53カードが入るような。 5インチかける ×3 インチの、えーまあ、カードが入るようになっているので、このままメモも取れるし、そしてですね、まあ、ポケットに入るしということなんで、僕最近ね、あの、まあもちろんね、こういうあの、大きいペンケースもない、今も使ってるんですけれども、こっちはカバンの中に入れとけばいいかなっていうこところなんですけども、まあ服のポケットとかにこれだけ入れておけば、ほぼほぼ用は足りるぞということでですね、 あとは、あの、ね、ちょっと近所に出かけるときに、大きな,な、リュックとかじゃなくって、普通にね、あの、サコッシュみたいなのとかぶら下げてるときに、その中にスポッと入れるみたいな感じのちっちゃいポーチに入れられるんで、これね、お気に入りで、これと、まあ最近はですね、あの、まあ最低限だといつも使っている、このダイヤリーというかメモ帳ですね、B7 サイズのメモ帳を一緒にして持ってるんですけど、こんな感じにして、えっと、持ち歩くことが、まあ多いかなと。 で、これにね、まあ、あとはあの、メモ用の、まあ、このね、 えー、この、ミニ5とかのね、えー、バインダーとかを一緒に持ったりすることもあるんですけども、大体いいサイズ感が揃っていていいかなっていう感じで、まあ、こんな感じで使っておりますというものなんですね。で、まあバグメーカーということなんで、まあ、ここら辺のなんかカッチリした感じとかがちょっとバグっぽいって言いや、ね、立体的にこうね、叩いて形を作ってるあたりがですね、バグっぽい感じがしなくもないですね。ということで、まあそうなんですけれども、俺は本当にね、便利で、まあ、ただし、 ここのところが割とあの、平たいポケットのものとかはよくあると思うんですけど、完全にここにですね、まあ隙間をきっちり作ってあるので、これペン入れただけだと、こうひっくり返すとストーンって抜けちゃうんですよ。だからこれクリップのないペンだと、ちょっと入んないかなっていうのと、まあせっかくいい革でできてはいるんですけれども、クリップで止めるっていうのが大前提なので、ここでクリップで止めないと落っこちるので、 ここちょっと傷だらけにはなってきてます。まあ、しょうがないかなというね、感じで、まあ、使ってるとそうなってくるっていうのはもうしょうがないかなという感じなんですけど、まあ、このまま持ち運びができると。で、まあ、ペンは5本が、まあ、ちょうどいいので5本ぐらいかな。えー、細いものだと6本入るかな、入らないかな、ぐらいですけど、あと太い真似スとかって4本とかかもしれないですけども、今僕が、まあ、入れて使っているペンだと、この5本が、 入ってぴったりぐらいになっていますということで、もう本当にね、ペン好きなんでいろんなものを持ってるじゃないですか。で、どれ入れるかっていうところで、まあめっちゃ悩むんですけど、このあえて5本しか入らないというね、まあ、ちょっと今ね余裕はありますから、これ細めのペンならもう1本ぐらい入りそうですけど、まあこの5本に絞るっていうところでですね、 なかなか、えっ、ー、と、悩んだ結果が今のこの状態です。でも、これだけ持っていれば、それこそ最悪こっちのメモ帳がなくても、こっち側に紙が入ってるので、ここにメモが取れるんですね。ということなんで、こっち側からこうペンを出して、そのままですね。で、手にね、まあ、スマホ持つような感じの厚みがあるわけですよね。なんで、こうやって持ったままで、ここのところで、こうやってですね、えー、メモを書くことができますよと。 ね。で、しかは、しかも、下はね、えー、しっかりした革でできてるわけですよ。書き心地は最高にいいです。ということで、まあ、帰ってきたら、まあ、このね、合算カードですね。僕はあの、コレクトのものが、えー、よく使ってますけれども。で、大体5-3カードはね、横向きになってる情報カードタイプっていうのはよくあるんですけど、それだと、まあ、線がこっち向きに走っているので、 ま、こうやって書くでもいいんですけれども、まあ、あのメモを書く用なので、まあ、縦でも横でも書きやすいようにということで、まあ、もう普段は割と無地のこの合算カードを入れて使っていますと。なんで、ま、っさの時にこれさえあればメモが全部できてしまうっていうところも、ま、いいところですね。あとは、ま、一番使う筆記具を5本選ばせられる。まあ、もちろん他のものもですね、心配だからリュックには入ってるんですよ。 リュックで行く時にはこれも入れるんですけれども、ただし、普段はですね、もうこの5本で行こうということで、今は、まあ、ぎゅっと選んでます。ということでですね。まずは、だからね、このペンケースですよ。ペンケースが、このソメスサドルっていうところのペンケースがいいぞっていうのが、まずね、今回のお話なんですけど、これ、本当にね、しっかりしてるのと、あとね、やっぱ当たりが柔らかくてね、手触りは最高にいいんですよね。なんで、このポケットに。で、まあ、 あの、いわゆる男性もの,の、のえっと、シャツとか、あとはスーツのポケットとかだと入りますかねっていう感じですね。まあ、表側のポケットに入れることはないですけど、スーツの内ポケットとかに入れたりとか、えー、するぐらいだったらいけるし、あとはですね、まあ、ジャケットとか着てる時だと、ま、ああの、ね、 えっと、その脇にある方のポケットですね。えー、の方に入れたりとかして、えー、これを入れてます。で、ペン先必ず、まあ、下になるようにはなってますし、まあ、これだったら、このままポケットにコロッと入れておいても、パッて取り出してすぐ書けるので、いい感じですね。あと、こういうのと、こう、重ねたりとかして、まあ、スマホと重ねる時もありますけれども、そんな感じで重ねてポケットに入れてます。という感じですね。まあ、ちょっとね、 あの、厚みがあって傘があるので、まあ、これだけでもしっかりしたボリューム感があってしまうので、まあ、すごくスリムかっていうとそうではないんですけれども、あとはね、やっぱり、もうあの、何を持つかっていうときに最低限絶対に忘れたくない筆記具っていうのがあるわけですよ。で、こういうペンケースのいいとこ悪いとこいっぱい入るメリットはあるんですけど、どれが何本入ってるかっていうのって常には確認しないじゃないですか。なんで、たまに外に出たときに、 あの、なんか、今日使いたかったはずのペンとか、一番使ってるボールペンだけないみたいな状況がたまに起こるんですよ。なんで、こういうですね、まあ、いろんなものが入るメリットはあるんだけれども、それよか、まあ、今ですね、あの、絶対に忘れたくない5本が必ず入ってる。これで1本抜けてたらすぐわかるじゃないですか。これ足りないってわかるので。あのね、その、まあ、確実に全部入ってるかどうかがわかるっていうのも、ちょっとね、自分の中ではね、いいなと思ってるんですね。 ということで、えー、何が入っているのかちょっと見ていきましょう。まずはですね、えっ、ー、と、1個目ですね。これは、あの、ね、フリクションですね。フリクションで、あのー、まあ、これ3色タイプの、フリクション3カラーズのスリムのタイプを入れてます。なんで、まあ、3色なんですけど、えー、普通だと黒、赤、青なんですけれども、えー、僕は黒使わ、あんまり使わないので、えっ、ー、と、黒の部分は、えっ、ー、と、緑に入れ替えてます。特に、まあ、フリクションの黒ってあんま使いようが自分の中ではあんまないので、 基本的にはこれが、えっ、ー、と、グリーンに入れ替えたタイプの3色タイプの、えー、これですね。えー、で、スリムにしてある。ま、あ4色入れれば別に黒入っててもいいんですけれども、この、やっぱここまでギュってちっちゃくしたペンケースに入れようと思った時に、じゃあ何を入れようっていろいろ考えるわけですよ。だ時に、ほんのわずかになんですけど、別にこれあの、4色タイプでも入るんですよ。あの、いわゆる、えっ、ー、と、4色タイプの、えー、このですね。はい。 えっと、フリクションでも全然入るんで、4色入れといてもいいんですよ。これ万能だからこれでもいいんですけど、あえて、まあ今回は、えちょっとスリムに挑戦しようということで、え黒のないタイプの、えまずね、えフリクションが入ってますということでね。フリクションはなんだかんだ言いながら書いたり消した,たりするんでいりますよねっていうので、入ってます。あともう一個ですね、マルチタイプがもう一本入ってるんですけど、これですね。えぇと、こちらはですね、ジェットストリームの、えプライム。 の三色タイプを入れています。ね。えっと、今まで僕は、あの、ことあるごとに紹介していたのは、ジェットストリームの 4&1 の、これですよね。4&1、ま、あ鉄壁っていうか、もう絶対これね、鉄板なので、あの、これさえ入っていれば、ね、安心っていうのは当然あるんですけれども、 えー、今回はこれもですね、やっぱちょっとスリムにしようということで、あえて最近ちょっと使っているのが、このジェットスリムの、えー、3色タイプ。だから 4&1 だと、えー、4色のボールペンと、かつシャーペンも入ってるんですけど、シャーペンこっちにね、別に1本入れてるので、シャーペンはなくてもいいということで、にしてるんですけど、唯一これの、えー、っと不満点、ね。 これはあの、やっぱりね、スリムでいいんですけれども、あと、長時間か書くんだったら、やっぱりこの、ジェットストリームの 4&1 にある、このラバーグリップとかの、このちょっと太いラバーグリップ、ものすごい楽なんでいいんですけど、今回はあえて、やっぱ出先でちょっと、え書くっていう時に、もう必要十分っていうところで、まあ、あえてそのグリップないんで、これ長時間書くんだったら、こっちよりも、え 4&1 の方がおすすめなんですけども、まあ、あえてやっぱかっこいい。 ね、スリムでかっこいいっていうのと、やっぱここにね、皮の中にこうシュッて入れるときに、やっぱラバーグリップない方が入りやすいんですよね。これもやっぱりちょっとメリットかなと思っていて、あとクリップがね、ここがね、あの、すごくね、綺麗なクリップなんですよね。引っかかりがなくて。こうね、この皮の厚みのところにストンって入るのが、すごく気持ちがいい。あとね、フォアアンはね、ちょっと長いので、入れたときにね、やっぱ出るんだよね。一つ、頭一つ出ちゃうんですよ。それもあって、ここはあえて、 えー、まあ、プライムにしました。ということで、プライムの、えー、3色タイプ。で、何が不満かというとですね、これもう書き心地とか別にですね、あのー、ね、不満はないんですけれども、このですね、黒、赤、青の3色なんですね。で、この黒なんですけれども、まあ、個人的にはさっきのこれと同じで、緑に変えたいんですけれども、これの芯は、 あの、4&1 とかとは違っていて、SXR200 っていうですね、あの、この、ま、いわゆる 4C タイプっていう、マルチペンのタイプの、この、金属軸の短い芯が入ってるんですよ。この芯ですね、ジェットストリームの芯でグリーンないんですよね <laughs>。ないんですよ。えっと、三菱さん、黒赤青しか作ってくれておりません。ということでですね、残念ながら、 緑がないっていうことで、まあ緑使いたいなっていう時がなくはないので、そこがちょっと気になる。まあまあ手帳とかに書くときはこっちのね、緑、青、赤を使って、えー、なんか書類を書いたりするときにはまあまあある意味ではね、えー、黒で書かないといけないようなですね、あの、署名をするみたいな時には黒の方が良かったりする場合もなくはないので、まあいいのですが、個人的にはこれはやっぱ緑が入れたいなと思います。でもやっぱりね、 このプライムの、まあしばらくだから最近これにしてからですね、えっと、このプライムの多色使ってるんですけど、やっぱこの、あのスライダーが引っ込まないタイプの、この上質な、えスライド、ね。 ペンっていうのが、まあ、やっぱり中に回転しか入ってるっていう三菱ならではの仕組みになっているので、これはやっぱりね、ノック式の中では最高にやっぱりいいなというふうには思ってます。なので、まあ、そういうところがあって、で、やっぱね、あの、随分と洗練された形にはなっているので、このプライムのですね、三、えー、色。これでですね、まあ、油性と消せる、ゲルっていう、まあ、二つでですね、三色三色あるので、まあ、これだけでも、ま、チートみたいなもんですけど、六色分はあるわけですね。 がベースです。っていうところです。で、これを、まあ、ボールペンの3色にしたので、4&1 だったらシャーペンこの中に入ってるんですけど、まあ、それをね、あえて覗いて、じゃあ何入れるかっていうところなんですけど、シャーペンいりますよね。ということで、シャーペン。シャーペンは、えっ、ー、と、オレンズネノの0.3を入れてます。ね。これやっぱり、あの、身が細いっていうのと、まあ、あの、この、この、やっぱりこれもね、グリップがラバーとかじゃなくて、ストーンって入るのもいいところではあるんですけど、 あとやっぱ僕はね、まあ、コンマさんが好きなので、えー、ここのところはですね、0.3。でやっぱこのね、黒で揃えられるのがちょっと良かったりとかして、今はしてます。あのー、まあ、パイロットのね、あのー、S20 とかも使うんですけれども、で、そっちを入れてたりとかもするんだけれども、今回はあえてこっちにしてます。S20 はね、あの、グリップのところが、あの、ローレットの金属なので、隣のペンがね、ここに、 あの、当たるとですね、その分、まあ、傷がつくっていうのはなくはないですけども、まあ、そんなに気にしてんのかって言ったら、普段そんなに気にしてないですけれども、まあ、最近の、あの、自分的な、まあ、ノリとしてはですね、まあ、この、えー、オレンズの方も使ってみてますよということで、オレンズの0.3ですね。で、オレンズの0.3のいいところは、まあ、だからこの、あれですよね、ペン先の部分をこうやってギュってやると引っ込めることもできるので、まあ、引っ込めたまんまで収納できるっていうのも、まあ、この、 ペンケースにそのまま入れるときにペン先出さずにそのまましまえるっていうのもいいところかなというところで、最近はね、あの、SNT を使いたいときも実はあるんですが、まあ、あえて、オレンズネロの0.3にしてますというところですね。これがシャーペンですね。で、シャーペンはまあ、0.5僕はあの、 0.5も別に使うことは使うんですけど、普段はやっぱ0.3の方が好きなので、1本だけ選ぶんだったら、まあ、0.3かなということでですね、今はオレンズネロの0.3が入っています。で、あとですね、万年筆ですということで、これはあの、ね、 キャップレス。あの前にもね、えー、パイロットさんいた時の話なんかした時にも言いましたけれども、キャップレスの、えー、ちょっと古いタイプ、80年代から90年代ぐらいで、えー、と、販売されていたタイプの黒の多面体ボディですね。これも日常使いで使ってます。で、あの、大学の時に使ってたやつは、えー、と、このね、後ろのね、回転子の部分が、えー、ロックされなくなっちゃって、今2代目というか、あの、ずっと使ってるものとしては2代目ですね。なんですけれども、 まあこれはだから、えっと、もうこれがダメになっても大丈夫なようにということで、さらに予備とかも買ってますけれども、ずっと使ってるやつも、だからもうだいぶね、えっと、角が、えーね、この中の、えっと、メタルが出てきて、塗装がだいぶ剥げてきてますけれども、まあいい感じの味が出てきたかなという感じがします。なんで、これはあの、まあ、えー万年筆で、あの、しかも、まあこれ、えっとね、e、EF だったかな F か EF のペン先が付いてると思うんですけれども,も、使ってるとね、だんだん太さがわかんなくなってくるんですね。ちょっとずつ、え、角が柔らかくなってきたりするんですけど、これはあの、手帳に書くのにちょうどいいので、え、いつもこれを使っています。どっちだったかなえっとですね、中に入って EF ですね、e。EF の、えっと、ペン先が入っています。で、中は、えっと、インクは今はパイロットのですね、顔料系のツワ色の、え、ブルーを入れてます。よいしょ。 はい。ということでですね。まあ、これは割と、そんな感じで。まあ、万年筆もね。で、万年筆、太いやつとかは、やっぱりペンケースの中には、あの、太いペン先の、例えばエラ棒だったりとか、ペリカンだったりとか、いろいろ入れてるんですけれども、それはそれで置いといて、えっ、ー、と、これはやっぱりメモ用なので、すぐに出せるということで、ノック式ね。です。で、ノック式の軽くて、いつも使い勝手。 使い慣れているものということで、ま、ここら辺ね、この並べたときに、このオレンズネロとね、ちょっとあのコーディネート的なね、この多面体ボディの12面と、これ20面ぐらいあるのかなちょっとね、あの細かい面になってますけども、この2つがね、並んだ時のね、あの、なんか様がかっこいいなと思ってこうしてますと。いうことで、ま、これもあの、ガンメタのやつとかもあったりするんで、そういうのに変えてもいいかなという気はするのですが、ね、 ここでまあ、この形が揃ってるみたいな、かっこいいみたいなことは言ってるけど、どうしても外せなくて入れてあるのが、これね。まあ、前にも何回か、えっと、紹介したことがあると思うんですけれども、ステッドラーのですね、テキストサーファーゲルです。もうこれはね、あの、むしろなんか、ね、あの、他のボールペンと、どっちがって言われた時にね、あの、もう、むしろこれだけを持ってでも、あの、出たいっていう時があるぐらいでですね、 あの、本持ってるときは絶対これが必要ですというふうな感じですね。僕今あの本読んでるときには必ず僕はこのテキストサーファーゲルを手に持って読む、読まないとちょっとね、あの不安になるぐらいなんですけども、えー、気になったところとかがあったら必ずラインを引いています。なんで、あ、ちょうどこの今例えば読んでる本とかだとこういう、こんな感じですよね。あの、読んでるところで気になったところにですね、あの、こうラインを引くのが めっちゃ読みやすくなるんですよ。これ引いておくと、後で読み返した時に、あの、その時、まあ最初に読んだ時に気になったところどこなのかっていうのがすぐわかるようになっているので、これはね、あの、資料として読む本の場合ね、あの別にあの、小説読んだりするときには別になくてもいいかなと思うんですけれども、あの、資料本として本を読んでるときにはこういうふうにラインを引きながら必ず読むようにしているので、 テキストソファーゲルは絶対必要なんですよ。なんでこれマストなんで、まあ外せない。で、これはちょっとね、やっぱり、このまま、あの、不満がないかというと、このキャップがですね、後ろにこうくっつけられないんですよ。だから読んでる間とか、これをポケットに入れておくとかね、しておかないと、どうにもならないやつなんですけど、後ろにもつけられないし、で、これがないとね、 まあ、あの、この引っ込めた状態だとクリップなくても、まあいいかっていうことで、あの、こっちのペンケースなんかには、このほら、キャップなくても入れてあったりするんですよ。こういう雑な入れ方をしても、僕は割と平気な方なんですが、さっきの話ですよ。クリップがない状態でこうやって入れておくと、ひっくり返すとこれ出ちゃうんですよね。ということで、これは、まあ、えて毎回このキャップをつけなきゃいけないっていうのが、まああるわけですけども、えー、まあね、読書用。だから読書用のハイライター。 もうあの、蛍光ペンとかね。あと、まあこういうサインペンとかもですね、ペンケースには入れてるんですけど、もう読書用は圧倒的にこれがいいですね。裏抜けしないのと、線引いた後で、まああの、引いたところが読みやすいっていうのは、やっぱこのテキストサファーゲルのオレンジ。もうオレンジ一択なんですけど、オレンジに勝る、えハイライターは今のところ僕は見つけてないというか。で、こういうゲルマーカー的なやつも他のメーカーもいろいろあるんだけど、 今んところね、この読みやすいオレンジっていうところでいくと、もう圧倒的にこの、あの、えっと、ステッドラーのテキストサーファギルがいいので、もうこれが外せない。でしょなんで、えー、その、ハイライターと万年筆。ね。それから、えっ、ー、と、シャープペンシルですよね。で、0.3ミリのシャープペンシル。あと、マルチペン。これはだから、まあ、ああの、こう,いうのも、あの、こっちでもいいんですよ。ね。 えー、本当はこっちでもいいんですけれども、えー、最近ちょっとですね、えー、まあ、せっかくスリムな、えっ、ー、と、厳選したものを持ち歩くっていうことで言ってるので、あえて、えー、まあ、このですね、あのー、まあ、プライムの方の三色タイプを入れてます。で、あとですね、これですね、あのー、フリクションですよね。フリクション。まあこれも実用的に必要かなと。で、フリクションもね、最近はほら、 あのゾーンンだったりととかかポイントノックとかね書き心地がいいやつがいろいろ出てきているんですがですがですよなんでまあじゃあ1個でいいかっていうとやっぱり赤と青は絶対使うんですよね緑は最悪まあちょっと我慢してもいいかなと思うんですけど赤と青は絶対いるのであの手帳なんかに書くときは本当にグリーンよく使うのでこの3色欲しいなということでこれのねちょっとかっこいい軸 なんか欲ししい感じはしますねちょうどいいかっこいい軸の3色タイプでノックで、えー、っていうやつが出てくれないかななんて思ったりはしますけれどもまあここはあえてもこれでいいかなということでこの5本が入っているのがまあ今のですね、まあ、1軍ですね。で、えっと、1軍はもうポケットなんですよ。 で、もう必ずポケットか、そのポーチみたいなやつに入れてあって、で、二軍のペンケースは、デルデなんですけども、デルデの方はですね、ま、いろいろあの、太い万年筆とかですね、定規とか、会心とか、いろんなものが入ってますけれども、こんな感じで、え、持ち運んでいますと。で、これはね、あの、あの、普段、こう、ここですけど、アームバンドが付いてるんですけど、アームバンドは、アームバンドとして使うこともあるんですけど、普段ですね、あの、机の上で、この、えっと、まあ、 ペンケースですね。あとこう、ね、机の上にこうやって置くと、まあ寝かせておかないといけないんですけど、自分のデスクに戻った時とかだとちょっと場所を取るので、立てたいんですけど、これ、そこがこんな形なんで、こう、立てておけないっていうのがあるので、このアームバンドは何に使ってるかっていうと、ここにこうやってはめるんだよね。はめるとですね、合体できるっていうことで、こんな感じでですね、 えっと、デルデと合体させておいておくとですね、全部ペンスタンドみたいにして使えるんですね。だここから、えっ、ー、と、ひょいっと抜いて使える。で、一番前に一群がいて、その後ろにそ,れその他の筆記具がいろいろ入ってるよという状況ができるので、もうこれは本当にいい感じですね。で、まあ、二群の方はね、あの、まあ前にも紹介したのと、まあたい似たような感じでいろんなものが入ってるんですけど、あとは今ね、評価している途中の、 筆記具とかがあれこれ入っていたりもするので、これはもう日によって違いますというところはちょっとあるんで、ま、あの、厳選した、ま、一群ということで、今回はですね、ソメスサドルので、しかもすぐにメモが取れる。こう、このままメモが取れる。このね、握った感じのちょうど良さよね。ということで、ま、あの、スマホ握ったりするのと同じような握り心地で、メモが書けるので、あの、一番メモ書きやすいという、ボード付きの えー、ペンケースということで、ソメスサドルとセントラルの、えー、コラボですね。大丸藤井セントラルのコラボ。えー、川のジョッターで、 まあ、あの、ジョッターだけ欲しい人はジョッターだけでも販売されているので、そちら探していただければと思うんですけど、ジョッターのペン差し付きというですね、非常に珍しいアイテムが、ええ、ま、今のね、自分の一群ペンケースになっております。ということで、今日はそんなお話でした。気になる方はですね、大丸藤井セントラルの方のえーホームページを見ていただければと思いますと。 いうことで、ええー、まあね、あのー、これもともとはね、あのー、初めて見たのは、あの、タコさんって、あの、一緒にね、え、文具ジャムで活動しているタコカベウジさんっていう方がですね、これ、もっともっとずっと使い込んでるんですよ。で、あのー、いつも持ってるんで、それを見て、羨ましいなと思っていて、これは結構使えそうだなと、しばらく、あのずっと考えていたところに、えー、たまたまちょうどいいタイミングで北海道出張があったので、行って、 今買わねばって言って買ってきましたよというものになっております。ということで、まあ、せっかくなんでね北海道行っ,た行った時に買おうと思ってたんでちょうどよかったんですけれどもということで今はこれがポケットにいつも入っているペンケースになっておりますというお話でした以上です。お疲れ様でした